よ、お前か。あんたか。あなたはどう思う？この任務を引き受ける。追撃開始だ。おう、俺に任せとけ。ですね。次はどなた？
助かった。ありがとうな。行きますわよ。普通のことをしただけだ。兵士としてな。戦してんのか。無視はできないよな。作戦に取り掛かろう。ありがとう。助かったよ。普通のことをしただけだ。兵士としてな。次はどなた？
敵だ。僕が引きつける。みんな気をつけて。なんて言ったら怒られるよな。よし、行くぞ。はっ、弱っちですね。行きますわよ。苦戦してんのか。無視はできないよな。はっ、ぶっ倒して差し上げます。死になさい。次はどなた？行きますわよ。どうや？ひざまつきなさい。逃がしませんわ。いい動きをしているな。弱っちですよね。まずいな。
行きますわよ。えい、弱しですね。ありがとう。仲間なんだから当然だよ。ありがとう、トーマス。一緒にここを切り抜けましょう。そうだな。こんなところで死んでたまるか。戦してんのか。まずいな。弱しですね。
しても、ここに拠点を作ります。ぶっ倒す。何、あの巨人怖いよ。
年場みたいに私たちの力全部出し切ってやる。了解、続きます。はーい、皆さんお待たせしました。死にです。私味方の援護に回るから。ないよな。どんどん活躍してくれ。
私がここを守ってみせる。死になさい。ここの守りが今回の要だ。いい調子だね。調子でどんどん活躍してくれ。Get out!
兵長のために戦う。兵長に全てを捧げる覚悟でここにいるの。私たちを信じて頼って。大したもんだな。なあ、少し考えたんだが、今日の訓練では精神面を鍛えてみないか。例えばいつも平然とした顔をしてるあいつに訓練に加わってもらったら参考になると思うんだが。その通りだ。ミカサのことだ。
お、ちょうどいいところに。おい、ミカサ。わかった。私でよければ協力する。心を鍛えるには対人格闘術がいいと思う。自主訓練なんて二人とも偉いね。私も参加したいな。なら4人でやろう。クリスタはライナーと組むといい。私があなたと組もう。な、ちょっと待ってミカサ。私じゃライナーにかなわないと思うけど、兵士として全力を尽くさなきゃ。行くよ。クリスタに怪我させちまいそうで反撃できなかった。手を借りる相手を間違えたな。お前本気か？せめて判事分隊長あたりにしておかないか。この前相談された件だけど、訓練兵団のキース教官に助言をもらってきたよ。こう言ってたね。奴ら訓練兵を卒業しておいて何をふぬけている。仕方ない。まずブラウンには十分な実力がある。だが率先して危険な役回りを引き受ける傾向がある。これは状況によっては短所となるぞ。なぜ仲間を頼らん。もう一人のやつだが能力は上位10名に劣っていない。また他人の技や能力をうまく吸収する力がある。ただしそれを生かしきれておらんのが短所だ。やつらは共に無能ではない。卑屈になっていては生き残れる者も生き残れんぞ。ふん、以上だね。お手数をおかけしてすみませんでした。教官にまで連絡を取ってくださりありがとうございます。あの教官にあんなことを言ってもらえるとはな。よし、今度一緒に兵団の任務に志願してみようぜ。任務で特訓の成果を示してやる。成功すればもう弱気になんてならずに済むはずだ。Mm-hmm.